てきましたガチャの時間。まずはギャストリアガチャを引く前に意思を書く。これだけ意思があれば大勝利間違いなし。戦いの準備はできました。あとは勝利するだけです。予備具は25枚、これだけあれば余裕っしょ。それではレッツスタート。予備2枚で引いているマスターの痛み。くるくる、ダメみたいですね。まあ予備服1枚で引けるわけないよね。1枚で引けたら苦労なんかしないですよ。さあ服を取り直してくれ。
するしかない。絶望に打ち勝つ11連5回目。こんにちは、キャスター・アルトリアと申します。こんにちは。実のところサーヴァントというのはよくわからないですが、魔術なんかでお役に立てるなら遠慮なくお使いください。魔術なんかじゃないよ。え、魔術はなんかじゃない？そうだよ。うわ、こっちの世界ではそうなんですか？そうなんです。というわけでキャストリア召喚大勝利しました。390個も使って大勝利なのかって、勝てばよかろうなのだ。キャストリアのスキルがヤバいらしいので早く育成しないとですね。この動画をアップする前にスキルマックス済みだったりする。アーツの時代がついにやってきました。オグでアーツの攻撃力をアップできるのでもう一機欲しいな。え、誰がこれで終わりって言いました？まあこの動画はこれで終わりなのですが、次回が本当の地獄です。今回は課金せずに引けましたが、一体いくら解けるんでしょうね。まだまだ未熟者ですが頑張ります。よろしくね。大丈夫、落ち着いて普段通りに平常心。みんなついてきて。ついて行きます。今のうちに準備を。ガチャのですか？戦いですから。ガチャは戦いだよね。嫌だな。出ないと辛いよね。というわけでキャストリアとの会話を楽しんだわけですが、まだ意志は残っています。この意志でキャストリア召喚するわけですが、その前に引かないといけないガチャがあります。5周年記念福袋召喚です。優勝席15個で引けるので引かない手はないです。今年は年別なのでどの年を引くか迷いますね。キャストリア引けたので水着武蔵ちゃん引こうと思っています。
次回の動画では5周年記念福袋召喚2019を引きます。果たして水着まさしちゃんが来てくれるのか。次回に続く。